さて、着きましたけど、なんすかね、この列車。こんなことになってたんですね、いつの間にか。全然知りませんでしたけど、でこの子の名前がソハラレンゲってなってるんですね。それでソハラに何か作ってあるみたいですけど、ね、茂木哲郎娘のあれになってるんですね。とかソハラ駅なんてあったんですか、知らなかった、うん、まあ、これように走らせてるってわけでもないでしょうけど、ガチャガチャと、まあ、せっかくなんで見てきましょうか。なんかそう、さっきとすれ違った時思ったんですけど、駅名表とかまで書いちゃったんですね。あいたたたたたた、あいたたたた、ねえ、しかしまたなんでよりによってソハラにしたんでしょうね。昔はこっちからも乗り降りできたのかな、よっぽど昔の話だと思いますけど、ああこのまま西小穴行きになるな。これ何分発？結構いい時間に出るんじゃない？一回ちょっと降りますか。今何分？16時41分。結構10分くらいで出ちゃうのかな？まあ、しかしこうやって見ると不審者やな。帽子かぶって。結構乗り換え大変ですね。結構こっちにぐるっと出て。で、よいしょと、上がってきて、うん。いや、しかし、大タクシーですね。すごい、すごいですね。こんな模様こしやってたんですね。ああ、ああ、もうなんか、あいたたたたなやつ出し、作っちゃってますね。こっち側までやっちゃったんですね。いやー、やらかしちゃってますね。知らんかった。なんでソハラ、本当だ、なんでよりによってソハラにしたんでしょうね。いやー、まあ確かにオーダーだったら余計行きにくいですけど、ソハラ駅、ここは有人駅なんですね。でこんな感じで、次が16時47分。あ、もう2、3分で出てくんだ。その次は何分？ 16 時47分、何分逃したら？ 16 時57分がある。あ、57分に来るんだ。57分に来るんだったら、そん、さして問題ではないかな。うん。で、あ、そうか。丸印線とは反対側ホームから。西小穴駅が出ると。何番線ホームからって書かないのが面白いですね。このホームと向こうってなってますね。珍しいですね。さあ、駅前は、ソハラの駅前って来たことねえな、さすがに。あ、そう、なんか、このメガネ橋とかが有名らしいんですけどね、ちょっと15分ぐらいかかるらしいんで、ちょっと今日は、今回は越すかな。うん。で、京浜鉄道と昭和の街に出会う道、ウォーキングコースっていうのがあるんですね。あげきまでか。まあまあ、まあまあな距離がありますね。で、こっちになると稲毛橋になるんですけど、これはね、土日しか来ませんよってことなんでね。何なんでしょう。駐輪場が、こっちもあれか、うん。こんな感じになってるんですね。僕は何な？放課後児童クラブ、桜スプリング、何なんでしょう。なんで分かれてるんでしょうね。何か利権絡みとかあるんでしょうか。で、あ、ソハラ神社ってのがあるんですね。氏神様ってやつでしょうね。稲部町立、稲部町立ってもう名前になってる時点で歴史を感じますけど、中保育園、保育園だってたんですかね。今も使ってるのかな。今はそれで児童クラブに変えてるってことなのかな。へえ。こっちの建物がそういうことなのかな。うん。稲部暮らしの保健室ってなってますね。へえ。あそこが昔は
プールだったんでしょうね。今まではね、なかなか考えにくいですよ。こんだけパッとね、普通のところから見えるところにね、保育園のプールがあるっていうのもね、今のご時世だったらですが、ちなみにあの奥に見えるのがね、いなべの吉津屋ですね。よいしょ。歩いて行きたい距離じゃないのかな。吉津屋のところで夕飯を調達してもありちゃりですけど、出てく？もうすぐ電車が出てきますかね。あらあら、出てきましたね。すごい釣りかけ本ですよね、多分。まあ、アスナローテスのもさして変わらないんで、あんまり、結構下ってくるんですね、ここからドカンと。まあ、この辺りも住宅街しかないんで、まあ、一応商業施設ね、行こうと思ったら、ここからスーッと抜けていったら一応あって、吉津屋のあるところからもうちょっと横とかに行ったら、一応スキヤとか、ジョイフルもあるかな。ね、ジョイフルがありますもんね。あのジョイフルよく使ってましたし、あと、なんかその横にある、名前忘れた中華料理屋さんのね、唐揚げがね、くっそでかいって言ったら言い方悪いですね。すごく大きい、唐揚げのね、お店があってね。いなべで働いとった時はよくね、あれ、私が年金してるとよく買ってきてくれるやとか言いましてね。それでよく食べたりしましたね。で、それからお店の中に入ったことはないんですけど、よくそこの唐揚げはよく食べてましたね。だいたい差し入れって言ったらそういうと買ってきてくれるっていうね。そんな思い出のある町、それがソハラです。ソハラというかね、この奥のところですんで、あそこはソハアザメはソハラじゃないんじゃないかな。何になるんだろうな、うん、よいしょ。まあ、そんなところですね。一応こんな感じソハラ駅で、あれですね、さっきあった扇風機のマークは近鉄のマークになってましたね。これは3つの木で3木になってるんですね。ちょっとだいぶ信号落ちてきましたからね。いろいろオリジナルグッズね。いやー、1個だけやっぱり異彩を放ってますよね。駅名キーホルダーとかね、よくね、こういった地方鉄道ではね、見かけるやつですけど。2020年バージョン出たんだ。一応買っときます、これ。クリアファイルなんか。クリアファイルか。あ、すいません。なんかファイルって今売ってるんです。ありがとうございます。キラキラしとるんで。はい。ありがとうございます。次はこっちから。さあ、買っちゃいましたよ。こういう風になってるんですね。なんで戦国と三木って、なんか共通なところありましたっけ。三木鉄道、大鉄ならなんとなくわかるんですけど、近江鉄道ならね、あの西部の鉄道ね、車両ね、結構流用したりとかしてますけど、まあ後でまたじっくり見ましょうか。いろいろやってるんですね。ね、ソハラで、それにしたってソハラでやるかって、あのいくらでも他にもっともういキャラにしやすそうな駅ってあるでしょうにってね。まあ北西線の方のがね、そのラローゲージってこともあって、やりようってのがありますけど、にしても例えば星川とかね、うん、星川とか、あとは何がいい、ね、そういうこと機関機だったら大泉なんてね、いいじゃないですかね。そのまま要塞になってしまいそうですけどね、あそこだったらね、駅前にね、あの産直売り場の売り棒ってね、あのやつもありますし、ね、ただあそこ有人駅じゃないのか、ね、とか、そうなんですね、あそこ有人駅じゃないんだよな、確か。ね、そう、あそこもね、広い駐車場、途中で多分あの解説出してると思いますけど、広い駐車場ありますんでね、パーク&ライドにはいいところなんですけど、ここはパーク&ライドはできないのかな、一応そこ駐車場になってる、いや、違うな。さすがにそんなスペースないけど、
親切の音ですね。こういうところはいちいちやっぱし元近鉄感がありますね。三岐線の子ではないですもんね、こういう音。あ、先に向こうが来るんだ。この駅で行き違いするんですね。やっぱりまだ 日が傾いてきたとはいえ、日向だと暑いんですよね。来ますね。シュールやな、この絵。シュール。いや、しかし本当に なしてこうなったというね。はあ、ちなみにあれですよね、保有してる車両数はですから地味に多いんですよね、アスナロテスのことは。これ4両編成なんだ。4両ですね。あ、結構お客さん乗ってる。